オリンピック支援集団とは、かつて日本国内でオリンピックが行われる際に、その準備や競技中の支援を行うために、臨時編成されていた陸上自衛隊の部隊である。オリンピック競技大会に対する協力は自衛隊法第100条の3及び自衛隊法施行令第126条の12に定められており、関係機関からの依頼に基づき防衛大臣が、 自衛隊の任務遂行に支障を生じない範囲において必要な協力を命ずることができる。主にオリンピックを開催する都市を管轄する方面隊の隊員を中心に会場の準備や各種競技の支援等を行うために臨時編成していた。集団規模の部隊は陸上自衛隊の総隊から現在までの間2度編成している。 1998年に開催された長野オリンピックでは長野オリンピック協力団2020年に開催された東京オリンピックについては東京2020オリンピックパラリンピック支援団として段規模で編成された。オリンピック支援集団として正式の発足する以前はオリンピック準備室の名称で陸上自衛隊幕僚幹部内に設置されていた。 東部方面総幹部が置かれていた市ヶ谷中屯地に臨時編成された東京オリンピック支援のための部隊。なお、当時の東京オリンピックに支援協力したのは陸上自衛隊が設置したオリンピック支援集団だけではなく海上自衛隊や航空自衛隊、防衛大学構成が含まれており、総勢約7600人の規模で選手村の運営や選手、役員の輸送、 競技などの支援業務に当たったほか、自衛隊全体で、延べ約9万9千人が動員されている。まこまない駐屯地に編成されていた、札幌冬季五輪支援のための部隊である。冬季オリンピック開催ということもあり、準備は、事前計画を含め2年で、雪の運搬や、会場準備等の計画を立案し、支援を行っていた。札幌オリンピック開催に伴い北部方面隊。 および全国の部隊より要員等の支援を受け編成。自衛隊全体で延べ約21万3000人が動員された。編成に関しては各種目ごと目的別の支援部隊が編成されていた1998年の長野オリンピックの開催協力のために臨時編成された部隊。本部は長野市の長野郵便直近会館に置かれた。 自衛隊全体で延べ4万5千人が動員され、冬季五輪である札幌大会同様、アルペンスキーのコースなどでの除雪作業などを行っているほか、全2大会同様開閉式でのファンファーレの演奏や国旗、五輪旗掲揚、功能などを行った。支援団長期支援軍機支援待機2021年に開催された東京オリンピックパラリンピックの支援のために、 臨時編成された部隊である。2021年7月18日編成完結。前回の東京大会開催時同様に、東部方面総幹部内に設置され、朝霞中屯地に臨時編成された。名称上は、集団、より小さい段編成であるが、編成規模は8200人と1964年開催時よりも、人員が増強され、 陸地だけでなく海空からも人員が派遣されている。読売新聞の報道によると、うち約7600人が大会警備を、約370人が式典での国旗掲揚等を、衛生課の遺官約10人と看護官、約70人が大会での医療体制への支援業務に当たる予定。また、TBS によれば、大会運営におけるサイバー防衛や会場上,上空の 防空といった任務にも当たる。一方で、産経新聞では、コロナ禍での開催となったことについて、動員される隊員へのワクチン接種の進捗の遅延も指摘されている。待機として支援団長期が使用されており、いわゆる五輪マークも使用されているが、1964年の東京大会や1972年の札幌大会、1998年の 長野大会の際の団長機のものとは大きさが異なり、異性が大きく異なっている。従来の陸上補機とその他の対手標識色に相当する白地に赤の線で示された軍機、代替機が存在するが、右下に今大会のエンブレムが添えられ、下には防衛省陸上自衛隊東部方面隊と印字されている。アーチェリー、射撃、セーリング、 自転車競技会場の整理等を行う4個、会場整理支援群、2個会場整理支援隊と、それを支援する、会場整理全般支援群、アーチェリー、射撃、近代5種の競技会場を運営する、競技運営協力隊、式典関係を支援する、式典協力隊、射撃会場の医療支援を行う、医療支援隊の5個、軍5個体機関の編成を取る。 支援全般の担任は東部方面総監が行うが、セーリング競技の会場部分については横須賀地方総監が担任する。出展。ありがとうございます。